鈴鹿届いた。わあ、ついに噂の。かわいい。早く見たい。なんで裏返しちゃうかな。ハサミ使っていいですか。いいよ。不器用の極み。よし。ででーん、意外とソフトタッチな。開けていい？開けていいけど、多分内容は映せないからさ。そのページを探せばいい？かわいい。あ、Bちゃん、かわいい。え、かわいい。めっちゃかわいい。やっぱ何年っていうのがすごい大事なんだね。全部に書いてある。何年のタイプ版だって。髪型どうしたってやつ。これね、ちょっと邪魔だなって思ってた。うん。え、かわいい。ほんとおもちゃみたい。ちょっといかついな、このビートル。かわいい、ビートルのトラックだよ。あ、これな気がしてきたぞ。あ、いた。いた？いた。4分の1です。おっと、おお、マジで？うん。ここにいます。4分の1の。ちょっと待って、俺も見たいな。これなんだ、まさか。あ、そこなの？私、手にゴムつけたままってクソダサいじゃん。され方、25歳女子が始めた憧れの空霊生活をプロのフォトグラファーがセンスよく撮影。でもよく見てるよね。うん、めっちゃ全部見てくれた感あるよね。限定解除してとか。確かにそうだね。うん、まあ限定解除したのは本当にたまたまなんだけど。一番最初じゃん。うん。へえ。4分の1か6分の1の方だったんだね。そうだね。へえ。海外のサイトとか。すごいね、でも大きいね、普通に。やったー。へえ。この1ページだけだもんね、見開きのページだけ。うん、嬉しいな。ありがたいカフェル。これが多分すごい。まあでも撮り方のアングルがびっくりだったんだよ、きっと。そうなの。サムネもこれなんだね。うん、若手だって。やった。32歳男子だもん。いいじゃん。やったね、嬉しい。こんなことないよね、ほんと。ね、ルタさんのおかげです。は
ありがとうございます。本当ビートルに乗れただけで奇跡なのに雑誌に乗れるなんてもっと奇跡だね。よかったよかった。週1ペースでアップしているって書いてあるからちょっと週1で上げていくように頑張らないといけない。週1で上げていかないと嘘ついることになっちゃう。特に週1で上げてないから頑張らんとね。え、ね、嬉しい、うん、これさちゃんと撮るかな。お、はい、行った。チャンネル飛んだね。やった。嬉しい。これ後でインスタあげよう。いやでもちょっと恥ずかしいな。いいでしょう。どうもです。ありがとうございます。ありがとうございます。奇跡だね。よかよか。以上。Thank you.